集まったらバイキングライスしまーす。よいしょ。そう、北海道にも行ってきました。今日帰ってきたんですけど、楽しかったです。北海道はい。じゃあバイキングライズやっていきます。みんなバイキングライズやってますか？やってますか？皆さんバイキングライズちゃんとプレイしてくれてますか？え、やってる？ありがとう、嬉しい。やってない？やってない方はですね、ぜひやってくださると嬉しいです。バイキングライズっていうゲームなんですけど、今18期と19期でバトルやってるんですよ。だから負けたくないので、みんなやってください。みんな、なんかスマホゲームなんですけど、なんかちゃんとしたイベントホームページからダウンロードしないとダメなんですよ。なのでみんな頑張ってください。頑張ってくださいというか、一緒に頑張りましょう。どういうゲーム？なんか育てる系、なんか結構育てる系。ドボンとどっちが楽しいも、どっちも楽しいよ。それはそれはどっちも楽しいよ。難しくないよ全然。チャプターいくつまでいった？19です。そう、チャプターみたいな、なんか説明書みたいなのがあるから、それ通りに、まあ、進んでいけば大丈夫。それ通りに進んでいったらいける。そう、そうそう、ガイドみたいなのがあるから。まだ18って、もう18なんだが。だってまださ、始まってさ3日ぐらいしか経ってないよね。え、20まで行った人もいる。え、早い。私より早いじゃん。負けてられないね。ってことで、え、そう、鼻、そう、鼻ちょっと風邪ひいたかも。まあそんなことどうでもいいんですけど、え、21、すごっ、すごい、みんなやってくれてるんですか、ありがとう。じゃあそのこの配信を見ている皆さん、ぜひやってない方はダウンロードしましょう。今ダウンロードしよう。バイキングライズ18期生 VS 19期生データアカウントもありますし、私がツイートしてるね、なんだっけ、 URL 飛んでくれたらやり方とかめっちゃ書いてあるんで、ぜひホームページの URL から飛んでいってください。え、今ダウンロード中、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。もう
その言葉が。それは見たよ。ゲーム難しくないですか？難しくないよ。チャプターがあるからそのねガイドに進んでいけば OK。 ね、勝ちたいです。オッケー、勝ちたいです。勝ちましょう、みんなで。そう、チュートリアルみたいなのがあるからそれ通りに進めればオッケー。まあなんか作業系みたいな感じかな。うん、難しいけど地味にはまる。確かにずっとやり込んじゃうだ、やり込んじゃうよね。私の今やってます。ガスちゃんチャット用に書き込む。そう、私がこれチャットできたりするんですよ。なんで今からグループチャットに書きたいと思います。なんて書こう。イエーイとか書いとく。イエーイ。そう、チャット機能もあるんで、まあ、私とお話、このチャット機能を使ってお話できたりなんかもします。うん、お、なんかイエーイってきました。イエーイっていっぱいこの入ってるメンバーの方から来ました。やってみます。ありがとうございます。ぜひやってみてください。楽しいですよ、バイキングライズ。そう、お、いっぱいみんながイエーイってきた。ローマ版の時は終わってからも、そうなの、やってますよ。このイベントが終わってもやったりしますし、ゲームなんで、ぜひうん、楽しいですよ、思ったり以上に。なので皆さんもぜひこの機会に始めてみてはいかがですか。仕事しながらだときつい？え、そんなことないよ。なんか隙間時間にやってくれたら嬉しいです。私も隙間時間にちょくちょくやってるから。そう、ゲーム結構しますよ。前のゲームローマ版とかもずっと消さずに今も入ってます。はい、そう、隙間時間とかにやれます、プレイできます。なので皆さんもぜひ、なんか暇だなとか、なんか通勤時間とかにすごい私はやってる。通勤時間とか朝起きた時とかやってます。うんうん、わかる。はい、じゃあ私は今から、なんかみんなやってくれてるのかな、わかんないけど。迷ってたけど今ダウンロード、ありがとう、嬉しい。絶対にホームページからダウンロードしてね。なんかアップルストアとかさ、グーグルストアっていうの、わかんないけど、あれから入ったらなんかクラン入れないから
やって、そのホームページからやってください。うん、確かに課金しなくても全然楽しめると思う。そう、イベントページから、待って、ちょっと待って、あ、やばいやばいやばい、ちょっと待ってね。危ない、ヘアアイロンをつけたままでした。なんか臭いなって思ったら危な。ぜひ皆さん気をつけてください、火の元。そうね、全然全然本当に少しでもみんながやってくださったら嬉しいです。一緒にやろう。そう、一人でも多い方がそう有利だから、だから一人でも多くの方が一緒にやってくださると嬉しいです。でもさ、まだ3日しかさやってないのに本当に、簡単だよ、めっちゃチャプターみたいな、その説明書みたいな、ガイドみたいなのだから、それ通りにやっていけば全然。そう、前私がやってたやつに似てるらしいよ。なんかね、なんだっけ、なんかあれ、前やってたやつより私はなんかやりやすい。そう、簡単じゃない、嘘、でも慣れたら本当に簡単だよ。なんか前やってたやつより私は好きかも。そう、はい。じゃあもう私は今日チャプター21になるまで、難しいかそれは。19を終わらせます。じゃあ今のこのチャプターを、もう10訓練所偵察するっていうチャプターをします。こうやってね、なんかもう自動にならないよ、こうやって。すごい、みんなやってくれてますね、ありがとう。なんか建物のなんか狩猟本部とか、あ
とは、なんか研究ってあるんだけど、研究でもあの軍事系とかも、軍事系を私は進めてる、優先的に。経済系となんか軍事系ってあるんだけど、軍事系、あとは普通に兵士とかをレベルアップされしたりとか訓練したりとかしてる。私のチャプター19だよ今。やばい、なんかこれこうしてこうなんかめっちゃさ、一旦帰るね、ちょっと勝てなそうだったら一旦帰る。え、19から難しいの？そうなの？そうなんですか？だってこれさ、倒していくだけじゃん。え、チャプターとは？なんかガイドみたいな感じ。え、どの育成？英雄のことですか？英雄は、え、なんかさ、私さ、なんかバイキングライズ英雄って調べてさ、なんか強そうなやつやってる攻略みたいな入れて、今編集を訓練中です。イベットちゃん、え、でもみんなイベットちゃん持ってるの？みんなイベットちゃん持ってるんだったらその子あげた方がいいかも。持ってないよね。課金キャラなんじゃない？すごいね。でもなんか強そうなの育成すればいいんじゃない？きっと。どれが強いんだろうね。そうだよね。まあぜひ。あのイベットちゃんが欲しい方はまあでもえ、誰が強いか見てみるね。じゃあ調べるね。誰これ、この、え、誰、なんかみんなさ顔似てなく、似てない、なんかめっちゃ似ててわからない。みんな似てない、なんか似すぎててわかんないな。え、だってさ見て、
え、これこの人とさ、この人の顔何が違うか分かんないんだけど何が違うのこれ。え、この3人マジで分かんない。この仮面かぶってる3人何が違うの。ね、何が違うか分かんないです。私はそんなこと言っちゃダメか、怒られるか。エーゲンって人強いらしいよ。あ、違うわ、誰、ウッドって人か、ウッドって人ラルドさんめっちゃ好きなんやけど。え、ラルドさんめっちゃ強いキャラだよこれ。私はね、このイベットって人とこのラルドって人を、育ててます。なんかこの英雄を育てないとさ敵に勝てないのよ。だから育ててるよん。アイバー、アイバーも強いのかな。ぜひ皆さん英雄育成ランキング調べてみててください。英雄育成ランキング、強さランキング、強さランキング調べてみてください。はい、ちょっとチャプター進めないと。バイキングライズデイいいな。明日はじゃあ私も隙間時間にバイキングライズします。そうそう、だからそう、なんかどういう組み合わせがいいとかは調べてみたらわかるよ。ラルドってどうやって仲間にするの。え、これも多分さ課金キャラなのかな。このなんかガチャ的なさやつでさ出てこないかな、英霊サイダーみたいな。無料でやっとく一回。シーラのかけらをゲット。ガチャだよね。ラルドはガチャで出るらしいよ。ぜひみんな毎日ガチャやってね。で、ちょっと飛ばす。マスター、こうやってね支援ってボタンがあって、支援を押すとねみんなが手伝ってくれるんだ。私もね手伝わなきゃ。あ、でもなんか今してる人いないわ。あ、来た、支援しました。クランの人のやつを。
確かに今やってるんだってわかるから確かにいいね。うん、隙間時間に YouTube でアップテンションぜひ見てください。初めて、なんかめっちゃさずっと噛んでてさあれだったんですけどぜひ見てください。かすみ、愛知公演ありがとうございました。愛知公演楽しかったです。北海道も楽しかったです。もう私はもう公演出張公演が終わっちゃったので寂しいです。だから早く新しい劇場も楽しみですし、そう、通称ありがとう、通称アルバム受付中なのでぜひ皆さん会いに来てください。写真撮ろう、写真撮りましょううん、会いに来てくれたら嬉しいな。なんだポーズ？もう何でもするよ。通所ってどれぐらいお話できるか知ってる？結構できるんじゃないの？オンラインとかはさあれでしょ、普通に今まで通りって感じでしょで待って、普通に風邪ひいたかも鼻水が出ます。北海道寒かったからかな。そんな寒くなかったんだけどね、私的の体感的には。でも11度とかって書いてあった。わお、11度。ここ東京は何度ぐらいなんですかね、わかんないけど。風邪気味？基本的にポーズは何でも OK ですか？ OK だよ、メンバーが嫌じゃなければ OK みたいな言ってました。私のとこめっちゃ雷なんだけど大丈夫かな。バニーちゃん楽しみすぎる？普通のウサちゃんですよ。ウサギです。雨音すごいね
このクランのやつか、このクランのやつ、これで雨が降ってる雷なんだけど、やだな、怖いですわ。あ、じゃあさ、見て、ジャガポックで買ってきた北海道お土産。さあ、めっちゃさ観光できたのね。で、あのなんかテレビ塔とかさ、あの時計台とか行ったのよ。で、時計台さ今日行ってきたのよ朝。可愛くない？時計台限定のクマちゃん。これ磁石だ。可愛いよね。ちょっとなんか見て。その中に入ってラ、なんだっけ。なんとか博士、クラーク博士と写真撮って、クマちゃん、時計台限定のクマちゃんも撮って、これは夢見にあげるやつ夢見は行けてないですからね、出張公演。そんなにめっちゃさ、袋がビニール袋でもらった。あとはこの前あの夢見の家に泊まったのでコシマエナガのやつ買ってきました。あとは18期にこれ、北海道行ってない組にこれで、まああとはもう一個これあるんですけど、あの別に誰にもあげる予定がないですで、ね、いっぱい買ったのよ。そう、買いすぎた。普通に誰にあげる予定ないやつさ買わなくてよくない？でもさ、なんかお土産ってさ、いやあげるかなみたいな、あげるかわかんないけど買っとこうかなみたいなのさあるじゃん。あ、やばい、ミスった。だからそれを買いました。そう、ママにこのジャガポックルを買いあげます。そう、多めに買っちゃうの、わかるよね。見て、クマ、メロングマ、これはあのママの妹にあげる。あのママの妹こんな感じ怖いのあげる。え、メロングマとは雄大な農家を荒らし、美味しいメロンを食い荒らしたことで変貌したクマのことだって。怖い、こんな怖い子だったの、怖すぎる。そんな怖いとだ、怖い子だとは思わないね。そんな怖いんだ。で、じゃーん、これはおばあちゃんにあげる、シマエナガ、気長にシマエナガらしいです。かわいい、シマエナガかわいい、見えますかね
です。私のお土産購入品紹介でした。かすみんは変な子ねらしいね。嬉しいねって何。いや私変な子じゃないので安心してください。変な子じゃないですよ。え、そうだからなんかこの出張公演を通してすごいなんか先輩と仲良くなれてお話できてよかったです。こういう機会でしかね地方回る機会ないし、でもなんか北海道もう一回行きたいなって思いました。はい、そうご飯行けたりとかさないじゃないですか普段。そう昨日もねご飯行ったし、すごいめっちゃ楽しかったです。そう2泊行きました。1泊目は海鮮丼食べて、2泊目はなんかいろいろ食べました。北海道の名産みたいなのをいっぱい食べました。美味しかったです。でもなんかジンギスカンみたいな唐揚げ出たんですけど、なんかすごい無理だったかもジンギスカンは。なんかでもその北海道出身の方曰くこれはジンギスカンじゃないって言われました。なんかその食べたジンギスカンめっちゃ苦手だった。めっちゃなんか なんていうんですか臭みっていうんですか、あれはちょっと苦手でした。そう悪いジンギスカンだったのかな。悪いジンギスカンって何。でもなんか大人より子供の方が癖あるらしいです。てかさジンギスカンがさ羊だと知らなかったんだけど私。びっくりだった。なんかアズが羊って知っててなんかショックだった。皆さん知ってました？ジンギスカンが羊だってこと。ジンギスカンはジンギスカンだと思ってました。私はジンギスカンっていうなんか種類だと思ってました。知ってるんだ。え、でもさ最初さ聞いた時さ思わなくない？ジンギスカンだと、あ、じゃあ羊だと。北海道生まれなんだ、すごい。北海道めっちゃ良かった本当。なんか北海道いたらさ普通に5キロぐらいなんか絶対ずっと太ってそう、ずっと。なんかジンギスカンの歌があるらしいよ、私は知らないけど。ジンギスカンってなんか歌ってたはずが。そうスープカレーも食べたかったってかさ、普通にその公演の日昨日朝時間があったから起きていこうねって
思ったんですけど、恋人パークとか白い恋人パークとかラーメンとかも食べたかったし、あとはスープカレーとか夜パフェとかも行きたかったんですけど、眠たくてもう私本当でもめっちゃ後悔してる、行っとけばよかったなってうん、朝寝ちゃったもうロングもう超ロングスリーパーなんでね。そうだから悔しい、だからもう一回行きたい。行きたかったんだけど眠たかったんだよね。え、カツゲン、なんかさ、カツゲンさパイナップルジュースみたいじゃない？なんか初めて飲みましたカツゲン。パイナップルジュースでした。え、ヤクルトじゃなくない？パイナップルジュースだよあれ。なんかパイナップルの味がした。ピルクルらしいです。さっきから全部外してるわ。飲んでみたい。え、なんかさ、その雪が降ってる時期に行ってみたいです。ガラナは飲んでないんですけど、カタナーラは食べました。でもすごい楽しかった全部。うん、なのでまた行きたいなって思うし、早くね劇場公演がしたい。そう、皆さんは何かありますか？おすすめの都道府県、おすすめの都道府県ありますか？そろそろ歌って踊ってるとこみたい。いや、私も歌って踊りたいです石川、長野、山形、すごいバラバラなんだけど、そんな割れることある？え、めっちゃ割れてる。え、そんな割れる？そんな、みんな割れすぎじゃない？なんかでも、え、みんなすごい地元違うんですね全然みんないろんなところから見てくれてるんだありがとう、嬉しい。じゃあ大分行ってください大分に行きましょう。冬の時期とかさ、すごいあれじゃない？温泉とかめっちゃいいですよ。温泉行きたいですね。新潟いいですね。新潟もなんか行ったことないけん行きたいな。
新潟とか行ったことないし、うん、大分行ってくれるの？ありがとう。くしゃみですごめんなさい。くしゃみです。いやマジで風邪ひいたかもね。大分マジでいいとこだから行った方がいいよ。みんな行ったことない県は下調べしていく？行く派、めっちゃ調べて、行く派です。私観光地とか入れて行く派。結構計画立てるタイプかも意外と温泉いいよね。温泉行きたいな。なんか北海道の温泉とかめっちゃ良さそうだなって思った。そう、受けるの遅いの。え、でも頑張ったらいけると思う。自分の意志の弱さだよね意志が強くなる。でも本当に頑張れば受けれるよ。その公園があるから寝たかった。逆にね、なんか景色良さそうね。スキーしたいわ。スキー2年ぐらい前にしたんですけど、うまかったです。私スキーはできるんだなって思いました。楽しかった。好きだからやりたい。スノボじゃなくて好き。え、なんかできるんかねみたいな来たんですけど、できます。普通に私何でも結構器用にやるタイプなんではい。え、ちょ、ワオは普通にさ、これは違うじゃん。え、私めっちゃうまいよ。止めれるし全然好き本当に。運動はまあまあできます。そのなんか特別できるっていう運動はないですけど、なんかそのそつなくこなすというか、まあなんていうんですかね、その平均的にはできるって感じです。あ、でもリフトは本当に苦手なの。え、マジで怖くない？あれ、あの降りるとき本当に怖くて、いつも助けてもらう人、あれだけはできないです今度ワオのロケあります。言っていいのかなこれ。今度ワオ出ます。そう、え、一人乗りリフトとかあるんだ、すごい。はい。え、なんかさ、なかなかこれがさ、お、いけた。
このチャプターで終わりです、私。なのでショールームももうそろそろで終わります。何の報告、えラジオ、そうラジオもぜひ YouTube にアーカイブあったりしますし、あの来週も出るのでぜひ皆さん聞いてね。嬉しい、聞いてくれて。変なこと言ってたけど、一人ラジオって楽しいね。難しいけど。猛獣訓練場を占領しました。イエーイ。ん？なんか英語喋ってる。ラジオまだ見てないんですが、一人喋り大丈夫でしたか？緊張しました。でもなんか良かった、楽しかったです。風邪の引き始めに軽い筋トレするという。そうなの？じゃあ今日筋トレして寝るね。今日土曜日だよね。じゃあみんな明日日曜何するんですか？今日土曜日だよね。温泉めっちゃいいじゃん。映画、え、仕事？仕事頑張って。応援してる。ゴミゼロ運動ってゴミ嫌い？すごい偉いですね。スクショタイムやるか。アリアでした。よし、はい、明日私早いんですよ、朝ね。みんなは早いですか？ちょっとチャプター20終わらせてから終わるね、これ。ちょっとめっちゃじゃないけど、まあまあ早いんで、そう寝ます。頑張って寝ます。でもさ、なんかさ、
寝たいなってさ思うけどさ、寝たくないなってなるよね。どういうこと？そっか、明日選挙ですね。国民の権利なので行きましょう皆さん。私ももう選挙できる年になりました。選挙権を持っています。そう、未来は私たちが決めるんです。怖いね、なんか。えらい選挙行ってるの。券は私の家に届いてます。やったね。JK じゃないの、ごめんね。全然 JK は過ぎました。そう、有権者なの。かっこいいでしょう、有権者ですから。じゃあ空き時間に行ってこようかな。明日結構空き時間あるんですよね。そう、18歳からもらえるんだよね。そろそろ新公演のレッスンですか？さあどうなんですかね。わからないです、全然。もうさ、そろそろね、なんじゃないですかね。わからないですけど、全然。私の JK 時代はすごい、ちょっとあんまり思い出はないですね。悲しいやつみたいになるんであれです。まあ友達はね、そのご飯食べる友達ぐらいは全然いましたよ。でも私ってさ、なんか自分から誘えないのね、友達遊びに行こうとかさ。だからさね、友達はいたんですけど、そのなんか説明むずいな。友達はいました、きっと。一方的じゃなければ。そう、松川。でもなんかさ、全然話変わるけどさ、劇場全然なんか変わりそうだよね。楽しみだね。ね、楽しみです。私は何かすごいお化け怖い。
全然私たちもどうなるか知らないです。教えてほしい逆に。でもさ、なんか柱ないのってさどんな感じなんですか。なんかてかさ、自分のさそのやってる公演の姿を見たい。早く無理だけど一緒見たいですみんな見たくないですか。カスミン長電話しますか。私電話結構苦手私なんか LINE とかもめっちゃ苦手だし、でも LINE するなら電話がいいです。エミンさんとは仲良くなりましたか。仲良くなれたよ。写真撮ったり、私今までさこう先輩と全然写真撮れなかったんですけど、この出張公演を通してレベルアップしました写真を撮ることができました。なんか写真撮りませんかっていうだけでも私すごい本当 胸がさドキドキしてたんですよ。なんか私なんかとさいいんですかみたいな。わかります。だから楽しかったです。変なところなんか謙遜しちゃうんですよ、ね、もっとあやばい先輩と絡みに行きなよってよく言われるんですけど苦手でした。高港撮ってた時あれは普通にゆいが最初に行って流れで言っただけ全然積極的じゃないの。実はね、なんか積極的なように見えて全然積極的じゃないんです。なかなかこのチャプター20の最後ができない。ちょっと集中モード入りますね。グイグイ系って言われるけど全然グイグイじゃないからね。マジで本当にね全然グイグイじゃないですよ。あ、ミスったけどまあいいでしょ。クリアできそう。アンドちゃんグイグイ系確かにね。やっぱ九州し、そんなことないよ私は全然気弱いです私。
ちゃ企業は強そうだけどね。陽キャ？なんか作ってる陽キャです根は本当にいいんです、多分。根はいいんだけど表は陽です、きっと。終わった、チャプター20。はい、ってことで1時間ぐらいやっちゃった、ごめんなさい。そんな長くするつもりはなかったんですけど。え、お見送りのテンション、うん、なんか普通にありがとうだし、公演終わった後はすごい元気ですよ。なんかランキング見ますなんかめっちゃ突然終わっちゃった、大丈夫？13位花火月さん、ありがとうございます。12位真っ白しろすけさん、ありがとうございます。11位えいちゃさん、ありがとうございます。10位ふわじさん、ありがとうございます。9位、難しい、うーん、なんて読むんだろう、難しい方なんか名前が難しいありがとうございます。カイロお尊びおいさらばえよさん、ありがとうございます。8位小太郎さん、ありがとうございます。7位ゴンさん、ありがとうございます。6位カツリンさん、ありがとうございます。5位ペンギンヒップさん、ありがとうございます。4位クライフさん、ありがとうございます。3位ヨッシーさん、ありがとうございます。今日はマック食べましたよ2位焼きそばさん、ありがとうございます。焼きそば。1位ユリアピースさん、お、あれだよね、バイキングレイズ頑張ってくれてますよね、ありがとうございます。はい、ということで、ぜひあのバイキングライズやってくださると嬉しいのと、あとはあ、まあね、多分承認されてない方は後々承認されると思うし、ちゃんと条件クリアしてたら承認されると思うので、ぜひ皆さん、あの、まあ、全然ほどほどに頑張ってくださいほどほどにってあれですけど、あのめっちゃ頑張らなくて、めっちゃ頑張らなくてって言ったらあれですけど、まあ、全然もう隙間時間にやるって感じで大丈夫だから無理しないでくださいね。ツーショットの宣伝もしときますか。え、そう、最終受付なんですよ。なので皆さん頑張ってくださいね、なんか申し訳ない、いろいろなんか多いですよね、ゲームのイベント、申し訳ないんです本当に。それは私もね、こう、ね、うまくは言えないですけど、最終受付なのでアルバムの方もぜひあの通知を取りましょう。はいはい、そう、11月の最終だから、みんなぜひお待ちしてます、ツーショット。はい、ということでありがとうございましたバイバイ、おやすみ。あ、おすすめは11月の最初の日かな、最短で会える日をオンラインとともにあのおすすめしておりますので、ぜひ
お待ちしてます。通称取りましょう。みんなも風邪ひかないように気をつけてくださいね。本当に。おやすみ。バイバイ。バイキングレイズだけにね。